はい、というわけでやってまいりました。いやー、昨日ね出した動画が結構ね皆さん反響いただき、どうもありがとうございました。サムネイルとねタイトルで結構釣られた方も多かったと思うんですが、40代のローンルーティーン不景気でも残暮れで車を欲しがる男の姿それでも電気自動車ホンダEが欲しいのかというねタイトルで、やっておりました。まあ残暮れ裁判というものですねフィットね、私のフィットがまあ5年乗って、まあそこで、まあクレジットをまあ再クレジットするのか、まあ車をねホンダさんの方へ返してしまうのか、まあはたまた、まあ、現金で買い取ってしまうのかというね、まあ3つの選択枠があるんですが、まあ私はねまあローンをしかも最大ね3年のローンでしか組めないというものを今引き継いでやっております。で、まあ新しい車がね欲しいということで、まあ皆さんにご意見をまあ募ったわけなんですが、いやーすごいですよね皆さんね、すごい真面目にこんな私のために真面目にねいっぱいご意見をいただいて本当ね感謝しております。いや本当この場を借りて、お礼を言わせていただきます。いやーすごいですよね。でまあちょっといろんなやっぱね意見がありまして、今のところねまあ平均値を出したわけじゃないんですが、比較的多かったのは、意外とね、ホンダEというよりは、私のことを結構心配してくれてるのか、まあ、同じような、境遇の方なのか、そんなに、無理して買うなと。ね、これタイトルがね、不景気で残暮れで車を欲しがる男っていうね、ちょっとね、まあ、マイナス要素のタイトルでもあるんですけど、まあ、要は現金もないのに現金がねホンダEって高いんですよ。400万から500万ぐらいするんで、いやそれで頭金が200万ぐらいだったらローンせずに買った方がいいんじゃないかというご意見の方が結構多かったんですよね。いやまあおっしゃる通りで、ローンを組むとやっぱりね、マイナスになっちゃうんですよね。余分な金利を払うというので、まああまり良くはないですよね普通に考えたら。なのでまあ身の丈に合ったものを、まあ、買うのがいいという意見が、まあ、比較的多かったですかね。であとまあもちろんね、YouTuber として、まあ、配信者としてやはり最先端のね車をレビューしてくれと、まあこれから電気自動車が、まあ、スマートフォンのように、これねスマホね皆さんもう持ってますよね。急にねガッときましたよね、スマートフォンに変わるとき。最初の、出始めの、まあ、2、3年ぐらいは、まあ、結構デジタルオタクの方しかまあこういったねスマートフォン持ってなかったんですけど、まあ、一部の方でしたよね。それが急にねぐわっと普及しましたよね、スマートフォンにね。もう今やもう持ってないっていう方の方が少ないんじゃないですかね。まあそんな感じで電気自動車もなんて言うんでしょう、車ガソリンエンジンからぶわっとね切り替えるタイミングってねいつか出てくるのかなとは思います。まあ、ただそれがね、インフレ、まあ、いろんなところに充電器がまだ、まあ、家にないと、そもそも、そもそも論なんですけど、家に充電スポットがないっていうのがね、まあ、大問題なんですよね。で、まあ、一戸建ての方は、まあ、まあ、それやりやすいと思うんですけど、私みたいなね、こういった集合住宅の方は、結構ね、やっぱ住民の方々の意見をいただかないとダメなので、まあそれは難しいとそこをクリアするにはなかなか難しいとっていうことで、まあハイブリッドが まだまだ主流じゃないのかなというご意見も多かったですね。いやそうなんですよ結局はね。いや人柱になってねこのホンダEを買って、まあ、レビューすると
いうのも、まあ、YouTuber らしいスタイルなのかなとは思うんですが、ただね、高いんですよね、これ。高いんですよ。人柱になるにはちょっとね、だいぶちょっと負担を、ね、しないとダメなので、いや、その辺がかなり難しいな。しかもね、これまだ買えるかどうかもわからないんですよね。買うぞって言ってもね、買えなかったっていう可能性がね、結構高いんで、国内仙台しかね、販売してないんですよ。で、まあしかもそれ、まあ一般で行くと抽選になるんですかね。まあそうなると、かなりの確率でね、抽選には当たらないという感じなんですよね。まあ逆に当たってしまうと、そっから金どうするんだっていうね、感じに陥ってしまうんですけど。で、あともう一個ね、タイプ R。タイプ R のご意見も結構ありましたね。ちゃんとね、ちょっと何人の方がタイプ R がいいって、ちょっとちゃんと数えてないんですけど、一応全部ね、こう、返信しました。もし返信漏れてる方がいらっしゃいましたら、すいません。また後でちょっとチェックしますね。いや、タイプ R ね、やっぱりホンダといえばエンジンなんですよ。まあそれも間違いないんですよね。で、やはりさっき言いました、こういったね、スマートフォンのように急速に、まあいつかこうぐっとね、需要が電気自動車の方にぐっと、偏るという、まあそういう時代がいつかやってくると思うんですね。ただそれはね、今じゃないなということでね、まあまだひょっとしたら 2,3 年先なのか、はたまた 4,5 年先なのか、それとも一切普及しないのか、それはね、ちょっとやっぱ未来を見てみないと誰もわからないんですよね。ただね、ヨーロッパのようにもう完全にね、もう罰則があるんですよ。で、車を売る方ですね、販売店に罰則が得られるんですよね。ガソリンエンジンを売ると罰則が得られるということでね、まあそれでもう強制的にもう電気自動車を普及させてるっていう感じなんですね、ヨーロッパの方はね。ただね、日本はね、それが今のところないので、まあ助成金という形でね、ちょっとお得に乗れるよっていうのはあるんですが、まあ弱いですよね。そんなことよりもガソリンの方がね、ガソリンスタンドもいっぱいあるし、まあ、ガソリン の、 単価もちょっと減ってきましたかね、最近ね。まあ、ちょっとそんなに、まあ、電気自動車に対して今のところメリットがそんなに少ないなというところなんですよ。で、何の話したっけ。あ、いや、そうなんですよ。で、あ、そうそう、ガソリンのね、タイプ R が結構まだまだいいよと。まあ、タイプ R、まあ、ホンダ乗るんだったらタイプ R 乗ってくれよというね、意見がもう結構ありました、正直なところで。まあ嫁がね、結構通勤で乗るんで、まあ、タイプ R も厳しいかなとは思いながら、ただ個人としてはやっぱいつかはタイプ R という感じで乗ってはみたいんですけどね。で、まあタイプ R でもなくホンダ E でもなくっていうね、意見も実はあるんですよ。意外とね、アコード500万ぐらい出すんだったらホンダアコードがいいんじゃないのっていうね。いや、確かにグレードとしてはね、結構フィットからもう上のグレードにこうステップアップできますよね。いやー、ホンダアコードもいい車だと思うんですけどね。まあ、ただね、ちょっと来年ホンダは結構新車がね、ポンポンと、まあ来年違うか、今年も出るんですよ。200万円で言うと、これがあるんですよね。N1 のね、しかも6速マニュアルっていうのがね、新しく出るんで、まあ、それだったら200万ぐらいで買えますよね、多分ね、現金ボーンとね。そういう手もあるなと。いう考え方もあるんですよね。いや、結構面白いですよね。軽で、まあ、リセールも高いんで、買った後の、ね、この、中古で売るときも結構いい値段で売れるんですよ、軽はね。間違いないんですよ。しかも、まあ、マニュアルっていうことで、ちょっとマニアックな車ですよね。
まあそれが、まあ一個候補として急にね、上がってきましたよ。6速マニュアルの N1。それとね、ちょっと、さらに気になってるのは、まあベゼルですよね。ベゼルハイブリッド。あれにね、まあ私の希望なんですけど、まあちょっと乗るかどうかわからないんですが、自動運転のレベル3っていうのがね、乗ればね、いや、すごいいい車になるんだろうなという感じに思いますね。レジェンドが、レベル3なんですよね、今度ね。まだ発表にはなってないのかな。高速道路で、ハンドルを離しても 乗ることができるんですよ。まあ、ハンズフリーっていうのが、まあ、レベル3から、まあ、解禁ということで、まあ、それから本当の自動運転と呼べるんですかね。今までは、ホンダの、何でしたっけ ホンダの、あれ、ホンダセンシング そうですね。ホンダセンシングが、まあ、結構あったんですけどね、こう壁にぶつからないとか、なんかね、車線をこう読み取ってハンドルククッと戻してくれるとか、いろんなね、まあ、ACC ね、追尾システムとかあるんですけど、それはね、まあ、まだ自動運転とは呼べないレベルだったらしいですね。まあ、レベル3から、まあ、自動運転と呼べるというものらしいんですよ。まあ、それにね、それを、が、ホンダ E に搭載されてれば、いや、それはまあ、ひょっとしたら400万とか500万出す価値があるのかもしれないんですよ。ただね、どうやら、そういうのはついてなさそうなんですよね。ホンダ E がね、このアップグレードして、ね、そのアップグレード、テスラとかはね、車自体がこのスマートフォンのように、まあ、パソコンのように、こう、アップグレードするんですよね。このインターネットの電波を使って、もうその、全く新しい車にピュッと変わるんですよ。アップグレードすることによってね。まあそうすることによって、まあホンダ E もこの自動運転化っていうのがね、できるっていうのであれば、いやー、いい車だなと思うんですけどね。まあそうなると、どういったコンピューターが搭載されてるのかなっていうところはすごい気になるんですよね。まあパッと見ね、つるピカで可愛くてね、で、RR、まあ後ろにタイヤがね、4つあるんですよ、当たり前か。それのリア駆動なんですよね。その辺もすごいかっこいいな、いいなと思って、で、ハンドルもすごいクック切れてね。いや、車としてはすごいいい車だなと思うんですけど、配信者としては、まあ、それを、まあ、結構高いお金を払って、レビューして、まあ、ね、電気自動車なんで、いろんなところで、充電できて、いいこと悪いことっていうのは配信してはいけると思うんですけど、まあ、それもね、数十回、ね、二三十回ぐらいがもう限界、二三十回、まあそうやね。それぐらいが限界じゃないですかね、レビューとしては。ですけども、そういったね、アップグレードっていうのがあれば、もう無限にレビューできるわけなんですよね。なので、まあそういう機能がもしついてれば、まあついてて、どんどん自動運転になって、もう自動運転3、4とかね、まあ行けばいいんですけど、まあそのための、この、CPU が何が搭載されてるかなんですよね。結局はね、私もパソコン持ってるんですが、だいたいね、3、4年ぐらいで、もう古いんですよね。どん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 新しいパソコンが出てきて、まあアップグレードはして、OS とかは新しくなるんですが、コンピューター自体がね、やっぱ古いと、そのスペックについていけなくなるんですよね。なので、まあ CPU が最新の、まあ Core i9 とかね Core i5、インテルの Core i5 とかってもうそれはねえなと思うんですけど、最低でも Core i7 ですよね。もしくは、まあでも、ホンダ独自のっていうのは多分ないでしょう。何かを載せてると思うんですけど、意外とライゼンとかね、載っけてたりして ライゼンとかって結構面白いなと思うんですけど、いやー、その辺がね、何が載ってるかっていうのがすごい気になるところなんですよね。で、まあそれでアップグレードできるんであれば、
いや、400万、500万出す価値はあるのかなとは思うんですけどね。しかも、いい CPU がね、いいコンピューターが乗ってればいいなと思うんですけど。で、まあ、ちょっと今本題話がちょっと長くなるんですけど、画面がね、12. 何インチっていうのが2つついてるんですよ。横長でね。で、本題は、充電するために、急速充電でも30分ぐらいかかっちゃうんですね、どうしてもね。で、30分かかるんですが、結構ね、放置プレイできなくなってきてるんですよね、今ね。充電スポットが少なく、今、結構やっぱ多いと言っても少ないんですよ。駐車場とか、結構ショッピングモールにあるんですが、ショッピングモールとかになっちゃうと、そういう充電スポットに下手したら並んでるっていうね、状況になってるらしいんですよね。場所によるんですが。まあ、そうなると、後ろ並んでるとね、30分間で急速充電で買い物行けるんですけど、なんかこう、後ろの人に悪いですよね。なので、まあ、車の中で待機するっていうのが結構予測されるんじゃないかということで、まあ、車の中で楽しめるスペースっていうのを本題は考えたらしいんですね。リビングのように、まあ、その室内で楽しんでいただけると、まあ、30分ぐらい、あれですよ、ゲームがね、その12.何インチの、その横長の大きいモニターで、ゲーム、家のゲーム機を、まあ、プレイステーションとかね、そういうのを持ってきて、まあ、こう、繋いでゲームができると。で、ゲーム興味ない方は、クロームキャストね、とか、なんかアップルテレビとか、アップル TV とかありますよね。この繋ぐだけで、それが、テレビがコンピューターになるやつ。そういうのが使えるらしいんですね。で、まあ、それで、まあ、インターネット楽しんでいただいてもいいんですが、まあ、その場合は、ただ、通信っていうのが必要になってくるんですよね。そうなると、おそらく通信の月々支払い、携帯電話の契約みたいな感じで、ホンダの方で、まあ、通信契約っていうのが必要になってくるのだろうと。そうなると、このスマートフォン代の契約もあるし、その車の契約代もあるし、いや、もうダブルで金がかかってくるな、ということなんですよね。いや、もうパッと見ね、かっこよくてね、便利だなと思うんですが、そういうところで余分なお金がかかるっていうのがね、どうなの？ どうなの？っていう感じなんですよ。で、まあ、そのスマートフォンからテザリングっていう機能があるので、まあ、それをこう介して、ホンダ E の中で、まあ、インターネットが使えるというのであれば、まあ、1個のね、通信代でいけるんですけど、まあ、それができるかどうかもね、ちょっと今のところわからないんですよね。まあ、ちょっとね、その辺次ね、ちょっと深掘りして聞いていきたいなとは思っております。いやー、今何分？ 19 分喋りました。 いや、もっともっと喋るよ、本当に。もうこのことだったらベラベラ喋るんでね、最後までみんなついてこれるかな。 この辺でポチッとしないでね、最後までお願いします。いや、本当に悩んでるんですよ、本題。これ、ちょっと皆さん、これ、実はこれ、ね、NSX ですよ。のカタログ、ちょっとね、東京の青山の方でね、もらえるんですよ、これ。実は、これすごいでしょ、これ。普通のお店ではね、もらえないんですが、本店ですよ、青山ってね。そこでね、実はこれ、ちょっともらってきました。まあ、ホンダといえばエンジンなんですよ。もう、ホンダを語るならエンジンを語れということなんですけどね。ね。だからハイブリッドと逆走してね。いやー、っていう考え方があるんですが、まあ、ホンダ、まあ、車の楽しみ方ってね、結構いろいろあって、まあ、そういった一台のね、まあ、そういうエンジンをもうチューニング、まあ、チューニングとかってなると、こう、サーキット場とかね、行くような感じにはなってくるんですが、なかなか公道ではね、走れないですよね。こう、ガッと走っちゃうとね、結構交通違反とか、もう危険運転ですよね。そうなると、やっぱね、レビューしづらいなっていうところはあるんですが、
私が今乗ってるフィットハイブリッドね、あれまあザンクレ裁判ですよ。ザンクレ裁判後の私の姿はまあ今なんですけど、まあローン3年続けました。で、まあ、その間、まあ、まだね車検通して1年半ぐらいまだね車検残ってるんで、まあその間カスタムをしていくっていうね手もあるかなと思ってるんですよ。いやー、実はね柿本レーシングに行ってきたんですよね。まだねちょっとその動画ね出すかどうか悩んでるところなんですが、もうね撮ってきたんですよ。動画も素材としてはあるんですが、柿本レーシングの柿本海のマフラーをフィットにつけたんですね。そしたらねびっくり、燃費がだだ下がりなんですよ。いやもうびっくりしましたね。今までね、まあちょっと普段結構踏みがちでハイブリッド乗っちゃうんで燃費いい方じゃないんですけど、それでも20キロとかね19キロぐらいでフィットハイブリッド乗ってるんですよ。それがね急に、リッター16キロですよ。もう4キロぐらいね減りましたよね。めっちゃコスパ悪いみたいな感じで、もう普通のなんかガソリン車ぐらいのね燃費になっちゃいましたよ。いやー、そういうて、ピエン、ピエンっていう動画をね、そういう動画でちょっと作り直そうかなと今思ってるところで、まあそれはそれでね、ちょっと面白いんじゃないかなと。ハイブリッドカーで、こう、ね、ガソリンエンジンのようにこう、カスタマイズして、ピエンみたいな、そういう動画もひょっとして需要があるんじゃないかなっていうね、今ちょっとそれを思ってるところもあるんですよ。やっぱね、新しい車買うとどうしても、こう、お金がなくなっちゃうんですよね。こう、散財して。まあ、散財して、まあ、悲しむ姿っていうのも、まあ、ありなんですけど、まあ、どんどん新しい車はね、こう、レビューしていけるっていうのはあるんですが、まあ、私は今、運よくね、その、ホンダさんのところで、花園店さんでね、車、新しい車、どんどんレビューできるっていうね、素晴らしい環境が、今、整ってるので、新車をあえて買うっていうね、そのリスクを負うのかっていうのもあるんですよね。で、今このコメントの中でね、一個これ ZRV っていうのが販売される可能性があるっていうね噂が出てるんですよ。これベゼルみたいな感じなんですよね。これでしかもなんか今外国で販売されるのかな、ひょっとしてこれが日本版ベゼルなのかな。でも2011年ぐらいの予定みたいなこと書いてるんですけど、これめっちゃいいんですよ。なんかね1リッターのターボみたいな感じで 1.5 リッターやったかな、ちょっとその辺まだスペックはねはっきりしてないんですが、まあこれほら良くないですか、これかっこよくないですか。この辺ねもっとこう安い値段でね売ってくれたらいいんじゃないかなと思いながら、ハイブリッドって結構やっぱまだちょっと高いですよね、ガソリンに比べると。なのでね、まあちょっとガソリンエンジンでちょっとねキックスみたいな感じであえて安い値段でこう提供していただけるっていうのはね非常にいいなと思ってましてね、いやこの辺もいいなと思ってるんですよ。いやそれからまあもうちょっと先なんですよね、これはね、タイミングとしては。まあねえとなると、まあ、6速マニュアルの K のね N1 っていうのもすごいありかなと私の中では思ってるんですよね。いや悩ましいわ、これちょっとサムネに使おうかな、これ悩ましいわ、本当に悩ましい。いや本当に皆さんもご意見ありがとうございます。本当にねちょっと何件か読んでいきましょうか。ちょっと今25分超えました。ひゃー、まあ、動画ではちょっとカットしてるんでもっと短いかもですがね、どんな意見がありましたかね。いやすごいですよ、量が。アコード行きますわっていうね、これが普通の意見だと思います。 A8 ね、タイプ R 乗って楽しいのは FK8 なんですけど、 YouTube のネタになるならまあ本題いいでしょうと、まあみんなが乗り出す前に早く買わないとというね。
そうなんですよ。これやっぱ YouTuber、インフルエンサーとしてはね、まあ、そこなんですよね。人柱。個人的にはまだまだハイブリッドが気になります。電気自動車は高すぎるみたいな。そうなんですよ。このやっぱホンダ E が候補だったとは驚きましたという意見もありますね。結構ね、私のチャンネルはフィットを乗ってる方も多く登録していただいてて、まあフィット愛に溢れてる方々が結構多いんですよね。まあライバルがまあ次々と、まあ、SUV を出してきますよね、トヨタさんとかね。まあそういう意味では、まあこのね、ZR-V とか、ね、ベゼルとかっていうのは十分ありだなと。再生回数が伸びるのはホンダ E、 じわじわ伸びてくるのがタイプ R だと思います。いや、これから先買い替える車より、まあ、昔のね、あの DC2 とか FD2 ではみたいな。いや、この辺の車もね、もうプレミア価格になってきましたよね。いや、そうなんですよ。これからの、マンションプラグイン問題とか、普及加速させると思いますが、車両価格も含め自分は欲しくてたまりません。いや、まあね、E がね、欲しいんですよ、みんな。欲しいけどいろいろ条件がね。いい車でしょう、ホンダ E は。ただコンセプトが新しいので高いし、なんか実験台にされるようで嫌ですね。いや、実験台にされてる感あるわ。まだまだ電池も、進化しそうですし、そうですよね。電池がね、もっとひょっとしたら小さくなって安くなるかもしれないですよね。それなら成熟したエンジンが良いと思います。将来は電気化が進みますが、今あるエンジンを堪能することが、今後の電気時代との差を評価する際に良いと思います。確かに。ね。迷うでしょ。いやー、迷います。っていう今日は長い動画になりました。ちょっともう皆さん、ちょっと30分超えのね、動画になるんですが、最後まで見ていただきありがとうございました。いやー、もう日によってね、やっぱ変わるんですよ、私のね、この欲しいっていうね、あれが。やっぱ皆さんの意見聞いてると、ホンダ E じゃなくてもいいのかな、しかしやっぱりインフルエンサーとしてはホンダ E を買うべきなのかな、しかし借金までしてね、借金までして買う車かみたいなっていうところもあるんですよ。買い取りもめっちゃ悪いと思いますんでね、ホンダ E はね。いやー、まあ、ちょっとね、次出す動画は柿本のマフラーをつけて燃費が悪くなってやべえみたいな動画を出そうかなと思ってるんですが、まあそれかちゃんと撮ったね、ちょっと柿本いいよみたいな、そんなね、柿本から怒られないような動画を出すのか、ちょっとまあ悩んでるんですが、まあ、そういったね、ちょっとカスタム系の動画をちょっとこれからポンポンポンと出していこうかなと実は思ってるんですね。なので、まあそれがもしうまいこといけば、フィットハイブリッドを改造計画みたいなね、そっち系に振ってもいいのかな、どうなのかな。下手れ、ひょっとして何も買わないっていうね、今の車を継続してカスタムするっていうのは下手れでしょうか。悩む、ほんま悩む。はい、というわけで皆さん30分ありがとうございました。これってアンケート機能できるんかな、ちょっとよくわかんないですけど、アンケート機能があったらね、ちょっと貼っときますけど、できなかったら貼りません。はい、というわけで皆さん最後まで30分ありがとうございました。本当にありがとうございました。グッドボタンお願いします。
もしチャンネルまだの方はよろしくお願いします。はい、というわけでまだまだ悩みます動画でした。じゃあね、バーイ。